この雑誌広告の撮影で私は囚人が着るような拘束衣を着てタイヤの上でバランスをとっています。このシーンのアイデアとしては、どんなに私たちがエンジニアがマツダ社の車を夢中になって設計しているかを表現しようとしています。特にどうやって私たちが MX-5 のようなフロントリア完全なバランスを設計したかを伝えたかったのです。私たちマツダはマツダ社の走りパフォーマンスに非常に情熱を注いでいます。私たちはマツダ車を設計するとともに、ドライバーと車とが一体となって走れる車を設計しています。ロータリーエンジンはマツダのイノベーションシンキングのとてもいい一例です。マツダは唯一ロータリーエンジン搭載車の量産に成功した会社です。これは他の会社が諦めてしまった問題をも解決していく、マツダの強い決意を表した例とも言えます。I love the RX-7, the rotary engine. So I decided to enter the Mazda. Mazda's vehicle characteristic is different from other manufacturers. Because the most important for Mazda is fun to drive. Yeah, very fun to drive. Hi, my name is Toshihiro. I'm a part-time engineer with Mazda.